もしも逃げなかったならば、病弱なままで子供の頃から精神をさまよっては、家に伝わる秘薬を飲み続けた日常、必要なこともろくにできないただの役立たずだと家族に疎まれ次第に歪んでた心、扱いを間違えれば毒にもなる薬、たまには共に食事をしましょう、そう彼女を誘い、二人分のスープどちらにも毒を入れた、二人で行くのも悪くないだろう、さあこれが僕らの最後の逃げたのよ、私を置いて君のための料理になって、僕は君の胃の中へ落ち